いや、模倣犯を装って警察の捜査を復活させたいからと言って、ニノの会社に仲間を侵入させて、盗聴器を仕掛け、さらにニノの娘を誘拐。あ、もう極悪人やで、これは。マイファミリー第8話、ありがとうございました。いや、ガクくん、ガクさん、ガクちゃん、いやね、呼び方はいいわ、サンくんちゃんと何でもええけど、やりすぎやで。そのね、自分の娘のためだったら何でもやる、その気持ちはわかるけど、やりすぎやろ。いや、そんなことしたらさ、小春ちゃん帰ってくるもんも帰ってこうへんと思うよ。神様が見たらさ、そんな自分のために人を傷つけまくって、何が何でも犯罪を犯してでもなんていうのはさ、いや、ハッピー回ってこんて。で、よくその手伝ってくれた女の子もよう手伝う言うたね。ガクさんよりかは気持ちは小さめなわけでしょ。ガクさんレベルの気持ちの強さでようやくその一線越えれるぐらいやと思うのに、そのサポートする立場でよう学さんレベルの同じようなことが極悪できたなんて、あの女の子の神経が信じらんない。あのメガネかけたおしゃれなさ、ちょっと可愛らしい、下北にいたらモテるやろな、下北のショップ店員いたらなんか通っちゃうんだろうなみたいなそうやって思った男子多いやろ。とっても、僕ちょっとあの方の女優さん、ごめんなさい、知らなかったんですけど、調べたくなっちゃいましたね、うん。で、賀来賢人さんが言ってましたよ、岳さんに強い口調で。いや、もう5年やぞと、5年経ってんだぞと、はっきりとした名言はしなかったけれど、5年経ってんだぞ、それでそんなひどい目に遭わすか、ええ加減にせえよ。まあでも、ちょっとうるっとくる瞬間がありましたね。ガクさんが本当の犯人とのやり取りをしていて、小春ちゃんか松本幸四郎さんの娘さんの美咲ちゃん、もうどちらか一人しか交換できませんよってなった時に、美咲ちゃんの方を頼むみたいに言った時は、その時に賀来賢人さんの言葉がぐさっときたんでしょうね。確かに5年経ってるしな。いや、そう、諦めたくはない気持ちもよぎるのよ。あそこちょっとうるっときちゃいましたね。一瞬諦めたのね、あの瞬間に、美咲ちゃんを交換してくださいって言った瞬間に諦めちゃった瞬間が、涙出ちゃいました。どんな気持ちで自分の娘を諦めたのかっていう、苦しいね。うん。で、松本幸四郎さん、終盤でちょっと、おいおいおいと、見苦しいぞと僕は思ってましたよ。いや、結局ね、松本幸四郎さん警察に連絡しちゃうんですよね。そのせいで交渉決裂になりましたと。で、その後にね、鳴沢さんお願いします、美咲を返してください。いや、じゃねえよええ加減にせえよと、鳴沢さんじゃねえんだから、何一人トンチンカンなこと言ってんだよ、警察に連絡しといてお願いしますじゃねえよ。最後も衝撃でしたよね。美咲ちゃんが倒れてたんですよね。多分あれ、自分で自力で脱出しようとして高いとこから、まあ、飛び降りて逃げようとして、着地でね、やっぱり衝撃受けて倒れちゃった。まあ、まだ生死は分かんないんですけど、で、それを目にした二宮さんが、なんでこうなるんだよと、ここで出てくるんですね、なんでこうなるんだよって。だいぶ2話ぐらい前の時に予告で出てたから、次の週このシーン出るのかなと思って、あれなかったなっていうのがあったら、ちょっと先のやつ予告で出してたんですね、うん。ここで明らかになりました。で、ちょうどタイミングよく警察来られて、玉木宏さんがね、署までご同行願いますか、二宮さんにさ睨んで、おい警察睨むな、犯人じゃねえんだから睨むんじゃねえよ、後で
むちゃくちゃ謝れよ。こっちは、ね、あの傍観者だから知ってるんや。二宮さんは犯人じゃないんや。あの睨み、後でおでこすり減るぐらい地面にこすりつけて謝れよ。庶民を見る目じゃなかったであれ。いや、お前が犯人みたいな顔になってるで。玉木さんの鋭い目つき。ほんで予告で玉木さんのセリフでありました。鳴沢さんにご協力していただきたいことがあるんですが。はぁ、あんだけ睨み聞かせといて何を手のひら返して協力するかいっていうようなことを、思いながら、また玉木さんの言動に終盤は振り回されたなというふうに、楽しんでおりました。まあちょっとぐちゃ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 してきましたね。ガクさんが実は自分だったんだという告白をしてから周りがもう、ああもうようわからんぜ、お手上げだよという状態になってきて、まあ、最終回に向けてこうスパートがかかってきたかななんていうふうに思いながらニヤニヤしております。次回も楽しみながらあーだこーだ喋っていきたいなと思います。ありがとうございました。